ゆっくりしていってね。こんにちは、秋です。夏休みといえば、恐竜プラモですよね。そうなん。アマゾンで予約してたの忘れてた。忘れてたのか。今回は例のイマジナリーの続編です。バンダイイマジナリースケルトン、トリケラトプス。恐竜専門家の富田恭一氏監修の解説書小冊子付属。パーツ分割で、各部の骨の形状を再現しています。細部も細かく再現されています。デンタルバッテリーって歯がおろし金みたくなってるのね。数百本の歯が並んでいるね。最新の学説による考察も載っていて楽しいです。第1弾のティラノと組み合わせて、一つのジオラマ風ディスプレイが完成するんですね。だからティラノが飛びかかるポーズだったんだね。ティラノ単品だと中途半端なポージングなんですよね。こちらは昨年作ったティラノですが、適当にウェザリングしただけでも、いい感じじゃないすかね。自画自賛かい。っていうか、骨格ものの塗装って、適当にやってもそれなりに映えるんじゃない。って思うんですが、いかがなもんでしょう。ちゃんと計画的にやった方がいいんじゃないの。そうかい。子供の時、初めてプラモに、塗料を墨入れして、すっげー、リアルーと思った経験はありませんか。原体験。令和のキッズにも伝えていきたい文化ですね。今回はなるべく適当に塗って、リアルになるようにする。というコンセプトでトライしてみます。技術の至らない部分もあると思いますが、何かの参考になれば幸いです。コメント、ご指摘などいただけると嬉しいです。ペイント&クラッキング。まずは、このプラモの成型色を基準にして、色味を増やしていけばいいんじゃないでしょうかね。絵を描く要領で。成型色と同系色を作り、少し暗め、明るめの色でムラムラ塗装してみます。と思ったら、ちゃんとカラーガイドが記載されていました。ガイドによると、凹凸のボコに暗い色、デコに明るい色を置いて明暗差をつけるように指し示されています。それを踏まえて、中間色を塗ってみましょう。茶系から黄土系へ、色相の幅を持たせます。成型色は、実際の化石標本のイメージなのか、ちょっと微妙な色合いなので、もう少し白骨化した、骨格標本っぽい雰囲気に仕上げてみたいです。台座については、ボディと同じ色だと、単調になってしまいそうなので、骨格本体とは異なる色相で塗装してみましょう。家にあった塗料をかき集めてきました。サフは使わずに、成型色に近い色合いを増えてみます。塗料を混ぜたり、クリアで薄めて半透明にしたりを繰り返し、茶系黄土系の同系色の層でムラムラにします。ムラムラ。ランナーごと塗装しちゃったらどうでしょうか。それはいかがなものか。切り離すと、パーツがどれだかわかんなくなっちゃわない？肋骨のパーツには、識別用の印がついているよ。それ知らんかってん。君とんじゃん。ムラ塗りで塗膜が弱い場合は、後でクリアーコートでフォローします。あ、でも、多少剥がれても、経年劣化っぽくていいと思うんですがね。適当。ざっくり塗装して組み立ててみました。成型色のままよりは、いいんじゃない？微妙なのですが、中間色に色味があるところがお分かりいただけるだろうか。お代わりいただけるだろうか。ゲート跡と、つなぎ目の目立つところを修正して、もう一回塗装しようと思います。大腿骨のモナカパーツがちょっと気になるね。気になるところを瞬間接着剤で埋めてしまおうこととイエス。硬化促進剤を噴霧して、240番前後でやすっています。骨だから、ちょっとぐらいガタガタしててもいいかな。適当。頭部の角の分割パーツなんですが、これは骨の分割線なのでしょうか。迷ったのですが、くっつけちゃいました。気になる分割線のみ、塞ぎました。分割線とゲート跡を消して、修正、もう一度塗装し直しました。微妙ですが、中間色に色味があるところがお代わりいただけるだろうか。お代わりどんどん。微妙すぎて映像だとわかりづらいかも。処理の甘いところもあるのですが、骨なので目立たないんじゃないですかね。ひよってるね。さてサーフェイスの色合いができたので、さらに暗い部分を墨入れしてみましょう。クレオスからウェザリングカラーというのが出ているんですが、これって成分量を見ると、エナメルじゃなくて油性塗料なんですよね。エナメルのように、クラックの心配がないところが良いですね。これってもしかしたら、油絵の具を薄めたものと同じなんじゃないでしょうか。そんなわけないだろ。油絵の具と同じ匂いがするんだけど。試しにテレピン油で溶いてみたら、普通に塗れるようです。同じ効果であれば、
油絵の具をテレピンオイルで溶いたものでいいんじゃないですかね。試して合点。油絵の具は、発色の良い鮮やかな色は値段が高いですが、炭素系の黒や茶、アンバー系は比較的安いです。ホルベインの絵の具切らしちゃったので、ないんかい。ダイソーの100円のやつを使ってみましょう。100均の絵の具でも、土系、炭素系のアンバー色で、汚しと相応であれば、十分効果があると思うんですがね。どうでしょうか。油絵の具は、通常のペイントオイルで希釈するとなかなか乾かないのですが、揮発性のある、テレピンなどで希釈すれば、墨入れのように使用する分には問題ないと思います。なんか普通に墨入れできましたよ。絵の具の伸びも良く、定着も良いです。いい感じじゃないですかね。自画自賛。もうちょっと眺めていたい気分です。一周するよ。暗い部分の墨入れができたので、明るいところの色を入れてみましょう。いつものお化粧のやつですが、ウェザリングマスター。凹凸の凸部分に、ドライブラシしてみます。これ使い心地が良くて、好きなんですが、これも言ってしまえば、油性のパステルなんですよね。多分。画材のオイルパステル持ってるので、試しにパステルで加湿してみましょうか。効果としては同じようなものだと思うんですがね。どうなんですかね。定着を良くするために、何か特別な調合とかあるのかもしれませんが、企業秘密で教えてくれないんでしょうね。うまいラーメン屋の秘伝のスープみたいなものだ。確かにパステルだと、特殊な金属表現は難しいと思いますが、色相によっては、パステルでも十分な効果ありそうです。できてきたね。こんな感じでいかがでしょうか。さて、台座の方なんですが、油絵の具がいい感じなので、台座にも塗布してみます。テレピンは、油絵の具に誘導性を持たせる揮発性油です。それ自体では、固着力が弱いので上からクリアーなどで保護するか、あるいは、植物樹脂系のオイルを少し混ぜて粘性を持たせた方が良いかもしれません。ウプ主はリンシートで調整するのが好みです。墨入れして、余計な部分を綿棒で拭き取ります。ウェザリングカラーと同等の効果になると思うんですが、乾燥させて様子を見ましょう。できたか。おおむねいい感じになったのですが、欲が出て、何度も重ね塗りしてたら、全然、乾かなくなってしまいました。油絵の具なので、乾燥するのに数日かかると思います。これはこれで、いい感じの下地になりそうですが、全然乾かないので、また次回の動画にしようと思います。失敗だね。次回、ティラノと並べるから、許して。とりあえず完成。というわけで今回は、いろいろ試行錯誤して制作してみました。ウプ主はバンダイ推しではないんですが、このキットは出来が良く、比較的簡単に、誰でも楽しく組み立てられますよ。ステマではありませんがね。次回、最終仕上げをして、ティラノと組み合わせたジオラマを完成させるので。また見てね。ご視聴ありがとうございました。